1>, 1番はもう動詞のマスけましたです語彙の部分で副詞のもうを勉強しましたここのもうはある動作が終了していたということを指していますので英語で Already という意味です。後の動詞は過去時制です。例えば、もう食べました、もう行きました。この文型の疑問文は、もう動詞のます形。 ましたか？です。その答え方は肯定の場合ははい。もうどうしました？否定の場合は？いいえ。どうしていません。あるいは？いいえ、まだです。 と答えますここで否定の答えはているの否定どうしていませんですでは例文を見ましょう一緒に読みましょう1山田さんもう 「ほんをかいにいきましたか?」いいえまだかっていません。 「もうてがみをおくりましたか?」はいもうおくりました。 1>, 1番の例文は否定の答えですのでまだ買っていませんと言います簡単に「いいえまだです」と答えても良いでしょう2番の例文は肯定の答えですここの「もう送りました」の「もう は省略しても良いでしょう。はい、送りました。肯定と否定の答えの文型を覚えましょう。